で過ごそう。自分らしく生きる。笑顔が一番。風切って歩め、走れ、心をつないで今を生きる、などなど、たくさんの皆様からメッセージを寄せていただいております。そして忘れてはいけません、こちら。またこちらは後ほど浜中先生の方からもご紹介があるかと思います。さあ、それでは先ほどから申しております、皆様の思いや希望が天に届きますように、ここで癌で亡くなられた方をしのび、またこの瞬間も癌と闘っておられる全ての方の思いを届けるため、1分間の黙祷を捧げます。脱帽をお願いいたします。黙祷を終わります。ありがとうございました。さあ、それではこれより今がんと闘っている方、またがんを乗り越えた方、あるいは患者さんの家族の方に今の思いを語っていただきたいと思います。それでは浜中先生、お願いいたします。今年もこのリレーフォーライフのメインのイベントであるルミナリーステージがやってきました。今、がんで闘っている人、がんで亡くなられた人、その人たちのをしのんで、このステージを始めていきたいと思います。最初に、今、乳がんで闘っている一番時森さん、はい、お願いします。皆様、こんばんは。こんばんは。福山アンダンデという乳がん患者会で候補、本当は宴会部長の方が出番が多いんですけども、広報をやっております。そして今年からはリレーフォーライフを中国地方に広めるお役目をいただきまして頑張っております。まず皆様、この紫リレーフォーライフのカラーですね、パープル、どんな意味があるかご存知の方いらっしゃいますか？知らない。いらっしゃいませんか？知らないんだ。このパープル、紫は夜明けの空の色です。もしがんと戦っていて眠れない夜があれば、もうついでに朝まで起きてこのパープルの空を見てください。そしてそのパープルの色を見て、自分だけが悩んでるんじゃない、がんで眠れない夜を過ごしているわけじゃない、一人じゃないと思ってください。ごめんなさい。私は2005年に35歳の40日前に乳がんと分かりました。治療をちゃんとしていたんですが、2009年に肺炎の転移が分かりました。その時にはもう本当に、初めて乳がんになった時は頑張って治そう、そんな気持ちでいましたが、2009年はやはり転移が分かった時にはもう死ぬことしか思っていませんでした。何気なしにつけているテレビからは、また来週って聞こえると、私に来週はあるだろうか、気晴らしに好きな俳優さんの映画を見に行ったら、夏休みロードショーって出ると、私に夏休みはあるだろうか、私はその頃もう死んでるんだろうなって、毎回毎日24時間死ぬことしか思っていませんでした。そんな時にこのリレーフォーライフが初めて広島で行われるということが分かりまして、アンダンデメンバーが楽しそうに参加するよって言ってるのを聞きますと、
私も頑張って参加したいと思いました。旧広島市民球場での開催でしたが、会場に着くとたくさんのがん患者さんが球場の中をぐる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 回られていました。その中でマスクをした小学校の中学年くらいの男の子がマスクをして滝のような汗を流しながら必死に集会カードを握りしめて小走りしている姿が目に入りました。もちろんその彼が自分のためなのか家族のためなのか友達のために歩いているのかは分かりませんが、こんな小さな子が何かに思いを頑張っているなら大人の私ももしかしたら頑張れるんではないのかなという感動というか希望がこのリレーボーライフで生まれて、ようやっと死んでしまうんだっていう闇から抜け出せました。おかげさまでリレーボーライフ効果と私は思っていますが、2009年肺に転移しましたが病状は変わらなく、今日このように元気に参加することができました。どうかこの今日この場を抗がん剤、私も飲んでますが、飲んで参加されている方、がんになっても自分らしく生きてください。眠れない夜があっても朝起きて紫パープルの空を見たら、がんになっても自分らしく生きていこうとリレーフォーライフのこと思い出してみてください。はい、ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。こんばんは。あの虹の会ができて7年になるんですが、あの亡くなった方は11人になります。その中であの橋間さんという方が特にあの私はあのよく知っていて、あの私が入院した時ももうあの2箇所3箇所と手術をされてたんですが、それであのもうとうとうあの肺の方まであの行って、がん抗がん剤をあの2回変えても3回変えてもあの負けてしまうんです。それでもあの私はあの何歳まで生きるんだと言って、あの最後まであの行ったらあの笑顔で話してくださるし、あのそれであのあの私がいつもあの人に言われてたことは、あのがんでもがんになってもあのお化粧をね、あのきれいに してたらあの楽しくなるし、あのなんかしたい、あのしたいことがあったらもうあの家族にも気兼ねせずにあのしたいことをして、行きたいことがあったら行って、あのそう審査行って私も引っ張り出されましたし、あの指輪とかあのそう高いものではないんですけどね、あの人の手作りをいろいろもらいました。それで彼女はあの家族がこうしてくれる、あの友達がこうしてくれる、あのとても楽しそうに話していました。あのであのもうあのあの虹の会が出て5周年の時に桜の木をあのローサに植えたんですが、その時はまだもう弱ってて、あのとても出てくる来れる状態じゃなかったんですが、出てくれるとか、あのその前にあのちょっとクリスマス会みたいな感じで一泊したんですが、その時も出てくれました。だから私はそのそれであの人の身をもっていろいろ教えられたと思います。あのまだまだいっぱいの人に言いたいことあるんですけど、あの私はその感謝の気持ちをあの今日は表したくて、あの、ルミナリエあのぜひ出たいと思って
今日は来させてもらいました。女性はやっぱり強いなと思います。私は強くなろうと思います。皆さんも強くなって、明るく、とにかく自分で自分を明るくしてください。家族もそしたら楽しいったらおかしいんですけど、一緒に楽しい時を家族と一緒に、みんなと一緒に過ごしたいと思います。私もそうずっと最後までできたらいいと思います。すいません、変なことばっかり慣れてないので、すいません、これで終わらせてもらいます。ありがとうございます。では続いて、スギリスイガルに負けないぞと、毎回このルミナレステージに出てくれて頑張っているサラガイさん、お願いします。中市から参りました、サラガイ秀之と申します。年齢は60歳、還暦なので、今日は赤い服で、固めてみました。さて、私のがん体験ですが、7年前の1月、腹膜播種したスキルス胃がんだと告知されました。腹膜播種と言いますと、胃の壁をがん細胞が突き破って、お腹の中にがん細胞の種をまいているような状態です。だから手術よりも抗がん剤の治療を優先しようということになりましたが、ただし抗がん剤効果がなかったら4月に亡くなっても医学的には不思議じゃないよという状況でした。思った以上に抗がん剤が効いたので、8月末に胃と脾臓と胆のうの全摘手術をしました。やれやれと思ったのもつかの間でした。9月に入ると苦しくてたまらなくなりました。腸閉塞を起こしていたのです。で、点滴の管を引きちぎって4階の病室から飛び降りたら楽になるかなというぐらいの苦しさでしたが、不思議なことに、先ほどのパープルの話ではないですが、一晩耐えて朝方になったら楽になりました。で、それからは比較的順調で、10月になると退院したんですが、その時主治医がスキルス胃がんで、腹膜播種した人の5年生存率は 10% を少し超えるぐらい、元気になった人の前例はほとんどないと言われました。 50% なら五分五分でギャンブルとして面白いかもしれませんが、 10% なら少し超えるぐらいでしたら、もう数字は無視しようと。元気になった人がいない、前例がないのなら自分が前例となるような生き方を しようと思いました。で、退院後は比較的順調でした。で、3年目ですか、家族の勧めがあってフルマラソンに出場することになりました。その際、医師、看護師、栄養士、そして、ベテランランナー皆さんに聞いたんですが、どなたも胃がない人が前もって食べてエネルギーを蓄えるようなことは無理だろうから、5キロ10キロあたりで楽しんだらどうかと言われました。なるほど、そうかなと思ったんですが、だからこそ逆に、私が完走すれば自分自身の自信にもなるし、同じ胃がんの人を勇気づけることになるのではないかと思いました。で、前もって食べるのが無理なら走りながら食べようと思いました。そしたらエネルギーの補給にもなるし、気分転換にもなるのではないかと思いました。で、最初のリレーフォーライブの時にそのことをステージで発言させてもらいました。だから途中で苦しくても棄権することはできず、現在4回完走しております。やったー。今年も申し込んでおります。複数回完走してるわけですから、もう胃がなくても持久力を伴うスポーツはできる、フルマラソンは完走できると自信を持って言えるのではないかと思います。
こうした私の体験から皆様に伝えたいことは、どういう状況であれ諦めない、自分らしさを求めて生きるということではないかと思います。この中にも余命宣告をされた人、5年生存率の数字を医師に告げられた人はいるとは思いますが、それらは過去の統計に基づくもので、必ずあなた自身に当てはまるということはないと思います。どういう状況であれ自分らしさを求めて、これからも皆さんと共に生きていきたいと思います。ありがとうございました。
緩和病棟のある福山に移りました。本当に苦しかったと思います。亡くなる3日前には子供たちを呼び寄せ自分の思いを伝えました。そして前日には髪を洗ってもらい、そして私に今晩そばにいてねと言いました。それが最後でした。それは本当に強い人でした。そして優しさもありました。入院中のことですが、4人部屋で3人の方に優しく声をかけたと思います。一人の方は亡くなられたのですが、後に家族の方が本当にお世話になりましたとお見舞いに来てくれました。そして一人の方は退院したのですが、その足ですぐ見舞いに来てくれました。そしてもう一人の方は85歳になる方なんですが、手紙をいただきました。あなた様のような優しい方がどうして苦しまなければならないのですか。変われるものなら変わってあげたいという手紙の内容でした。私は胸が熱くなりました。即身成仏という言葉があります。生きているうちに仏様になるという、まさに彼女はそれだったんじゃないかと私自身思っています。本当にたくさんの人に励まされ愛情をいただき、そんな妻を私は誇りに思います。尊敬してます。最後になりますが、リレーフォーライフのスタッフの皆様、会場の皆様、5年間妻が本当に生きる目標としていました。リレーフォーライフ、本当に5年間ありがとうございました。ありがとうございます。最後に、その砂田さんを支えてきた、また自身もがん体験者の渡辺達さん、お願いします。こんばんは、渡辺と申します。私自身について言いますと、9年前に、偶然ですが子宮頸がんが見つかりまして、手術をいたしました。それからその翌年にも偶然に受けた乳がん検診で異常がなかったんですけれども、ついでにじゃあ甲状腺も見といてあげようかって言って、先生が甲状腺を見てくださったんですね。でその時にまた小さながんが見つかりまして、ですから私は一応多重がん患者、多重がんの経験者ということになります。でつい先週なんですけれども、甲状腺がんの方も、もう一切薬は、甲状腺がんの手術後にずっとホルモン剤を飲んでたんですけれども、もうそれも飲む必要がない、もうあなた卒業ですから、もう今後甲状腺に関しては検診も来なくていいですよって先週言っていただきました。で、それが、最初の子宮頸がんが48歳で、甲状腺がんの手術が49歳でした。で、両方ともまあ非常に早くに見つかって、私は甲状腺がんの手術をした後に家族に、これはきっと神様がもっと遊んでから来いって言ってくださってるんだと思うから、私はこれからもう遊びも来るからねって言っておりました。そうしましたら、その1年半後に夫が膵臓がんの末期であることが分かりまして、半年の闘病の後に亡くなりました。で、まあ夫がですね、最後の望みといいますか、もう朦朧とした意識の中でも、家に帰りたい、家に帰りたいって言ってたんです。3回入退院をしまして、まあ、最後の入院の時だったんですけれども、で私はこのままこの人を家に連れて帰らなかったら
私は一生後悔するだろうなと思いまして、うちに連れて帰りました。で、3日後に、自宅で夫を看取ることができまして、その時にですね、友人がお父さんちゃんと送ってから来いっていうことだったんだねって言ってくれたんですね。それが非常に胸にストンと落ちまして、あ、そっか、私は自分の一番大きな仕事をしたんだなって思いました。で、あとはじゃあ私が元気で前向きに生きていけば夫も喜ぶだろうし、子供たちも一番喜ぶんではないかと思いまして、そこからはもう前向きに生きていこうというふうに思いました。で、ただ夫が癌で亡くなりましたし、自分自身も2回癌の経験がありますので、これはもう一生癌と付き合い続けていかないといけないんだろうなと思っておりました。で、話がちょっと戻るんですけれども、夫が癌であることが分かった頃からブログを書いておりました。最初は別に皆さんに広く読んでいただこうとかそういうつもりはなかったんです。離れた友達ですとか、それから私の姉妹が遠くにいましたので、一人ずつにメールを書いたり電話をするよりもブログをアップする方が手っ取り早い手段だったわけですが、で、どうせなら、まあ、じゃあ夫のことを、一番その時私が関心事だったので夫のことを書いておりました。病状ですとか、まあ、そんなものです。で、まあ、亡くなりまして、それから1年ちょっと経った時なんですが、このブログのを読んでくれたのが砂田和子さんでした。で、メッセージをくれまして、同じ尾道市内に住んでいることもありまして、2人で会うようになりました。で、砂田さんと出会ってからしばらく経った時に広島でリレーフォーライフが開催されるという新聞の記事を読みまして、迷うことなく無謀にも実行委員会に入れていただきまして、砂田さんにも一緒にチーム作っていこうよって言いました。で、今あそこにあるレッド・イット・ビーというフラッグがあるんですけれども、私はただフラッグを作っていったらいいねと言っただけで、実際に作ってくれたのは砂田さんなんです。で、まあ、2人で最初からレッド・イット・ビーというチームを作って参加するようになりました。で、彼女非常にリレーフォーライフに対して強い感銘を受けたようで、来年も再来年も絶対行くって言ってました。で、2回目からはルミナリエステージで自分の思いを語ってくれるようになりました。で、これは、2回目の広島女学院の校庭でのスナップなんですけれども、ずっと一緒に毎回参加してきたので、今年も絶対一緒に行こうねって約束をしておりましたが、6月に旅立ってしまいました。で、今日は彼女の家を抱いて歩いてます。で、亡くなる少し前にですね、私にメールをくれまして、会いたいっていうメールをくれまして、で、まあ、病院に行ったんですけれども、自分が死んだ後どうなるんだろうっていう話を私にするんですね。で、その時に人間の魂が亡くなったら、うん、そのまま全てが無になるっていうことではなくて、魂は残って必ず親しい人たちを見守ってくれてるって大好きな先生が私に言われたよって言いました。そしたら彼女は、うん、分かった、タズさんが言うんだったら私もそう信じる、言ってくれました。ですから今日は彼女も私と一緒に、ご主人と一緒に歩いてると信じて歩いてます。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんの心に響くメッセージ
今日のリレーフォーライフに参加した方、どうぞ心に留めて、これからもし何か辛いことがあっても、今日のことを思い出して力強く生きていってほしいと思います。皆さん、ちょっと後ろを振り向いてください。皆さんの熱い思いが描かれたルミナリの袋が並んでいます。これから静かにこのルミナリが並んだグラウンドを歩きましょう。どうぞ夜のルミナリの行進始めてください。それでは皆さん、ゲートへと方向をお向きください。一人一人の思いをしっかりと受け止めて、それではお進みください。パープルの色、初めて知りました。夜明けの色だそうですね。心配や痛みで眠れない夜は、どうぞ朝まで起きていてパープルの夜明けを見てみてください。そして一人ではないことをしっかりと理解してください。辛いのは自分一人ではない。同じ夜明けを同じ思いで見ている人がいる。心強いですよね。